森哲。俺呼ばれてる。はい。Hello there ってことで僕のチャンネルなんですけど、さて、かのさん、久しぶりにやってきてもらいました。久しぶり。はい。もうどれぐらいぶりなんだろう。1年以上ぶり。はい。イエイ。こういうサムネだったの覚えてるけど。覚えてる。それで、うん、今日はですね、ちょっと聞きたい。まあ、かのさんといえばいろいろとね、うん、いろんな国をほっつけ歩いてるっていう、うん。そう、ほっつけ歩いてるよ。おなじみ。ほっつけ歩いてる。風呂入ったり。うん、そうそう。ほっつけ歩いてる。冷たい。あ、そう。マジ涙出たわっていうのやったりしてるんですけど、うん、まあそうやってサバイバルしながら英語を学んできたんですけど、うんうん、はい、英語を学ぶのに英語試験はありですかなしですか。おお、あんま試験通して勉強してきてないくないですか。そうだね、なんかぶっちゃけ現地に住んでとかさ、うん、留学してとかそっちで生きてきたわ。だからね、俺まゆさんもね、うん、そういう感じで、うん、2人ともトフルのアンバサダーやっててなんでって、うんこの間ね、トイックの運営委員会の人だったって言ってきましたから、うん、なんでインフルエンサーマーケティング下手すぎだろうって言ってきました俺が言ってきましたから、おーおーおー、違う違うって思って、うん、別にトフルじゃないからトイック運営委員会なんで、そうだからだからトイック運営委員会は、うん、スタディインだったりケビンズイングリッシュだったりのね、うん、やって、うん、トフルだったら留学系 YouTuber、うんうん、ぶっちゃけ、うん、そういう人たちのチャンネルを見てる人たちは、うん、試験受けないからっていう試験受けて留学だとか試験受けてネイティブみたいになりたいなんて思ってないから、うん、ケビンズ・イングリッシュ見る層とトイックで点数取りたいっていう人たちと合わないからっていうのを思ったわけですよ。なるほど。だから、うん、カノンさんのチャンネル、マヤさんのチャンネル見て、うん、英語できるようになりたい、さあトフルだって思うかってなんか実際はなんか話聞くとね、実際に私のチャンネル見て留学したいっていうふうに思う人たちは結構いるわけよ。それを目指してたみたいな、留学したいっていうふうに思ってる人たちにじゃあどうすればいいのかっていう選択肢の一つがトーフルだよっていうのが一つのやり方で、私はアンバサダーとしてまゆちゃんと一緒にやってたっていうのはあります。だからそこちょっと否定するなみたいな違う。だから、うん、そういう人たちって、もうそれはトフル受けるに決まってるじゃないですか。うんうんうん、で宣伝する相手は、うん、そういうものも知らん人だったりとかに触れなきゃいけないんで、うん、それ留学したいって本当に思う人は勝手にトフルは調べるから。うんうんうん、そうじゃない。だから、知らない人たちに届けるっていうのが、下手と思った。うん、そんなトフルやろうって思ったり、うん、トイックやろうって思わせる相手、うん、で、英語もっとできるようになりて、そして、プラスで点数も取りてって思う人たちなんで、うんうん、ちょっとそこのマーケティング、うん、こういうチャンネルの方が実は合ってるんですよ、日本人にはっていうのをね、ちょっと言っておきたいんですけど。なるほどね。マニアの方が実は合ってるんですけど、うん、ただ、本当はね、もっと若い高校生とかに届くようにした方がいいのになって思ってた、トフルとかトイックは。で、うん、本題ですよ。なるほどね。はいはい。本題ですよ、はい、でありなのかなしなのかっていうテスト。そうテスト、何においてテストはありなのかなし、英語学習のモチベーションとかさ、そういうものにテストがあるからいいんだっていう人とテストなんかやってっちゃねえっていうとこ常にぶつかってるんですよ。うん、そこの炎上の中に入ってってもらって、うん、オッケー私は英語学習においてっていう意味だったら、はい、テストはありです。プーってちょっと外なったちょっとプーってクラクションになったけど、ね、うん、理由としては、はい、でさっき別の動画でちょっと喋ってたんだけど、うん、英語学習のモチベーションってなかなか一人じゃ保ちづらいような環境にあるのよ、はい、ね、なんでかっていうと伸びてる実感を感じづらいから、うん、そうですね、っていうことを考えると何かしら目標を持ってることは大事、うん、っていうので、はい、そのテストは一つの目標になりかねるということで、うん、私はテストはめちゃくちゃあるだと思います。おー、なるほど、うん、実際受けたりしたことある。でもいや、ある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 。そう、あるが多い。ある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 。あ、そうだったんですね。いろいろやってみて、うん、やっぱモチベーションなりました？なる、なるね。うん、例えば人によって目標って違うと思うんだけど、それが留学したいなのか、でも私はその留学をしたいっていう目標だけじゃ絶対に弱いと思ってて、目標の先に目標を作るっていうところまでセットにしないとなかなかモチベーションであったり英語学習っていうのは続けられないと思う。例えば留学したいっていうその先に、うん、テストでいい点数取りたいっていう先の目標まで作る。私が留学してた時はそもそもミュージカルやってたからさ。そうですね、うん、だからミュージカルを学ぶっていうのがあったから、その手前に英語は絶対に喋れるようにならないと訳さえもしゃぶることもできないってなるわけ。しゃぶる
喋る。喋るね。そう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 。ってことを考えると、私が英語を留学中も頑張れたのはミュージカルをやるっていう目標があったから、諦めずにずっと頑張ることできたんだよ。っていうことを考えると、何かやる一つの先にっていうのを作るのが大事だなって思うね。うん、だから試験はそのうちの一つになり得るし、その試験いい点数取って何をしたいかっていうところも想像できたりね。試験これぐらい取ったらこういう資格取れるとか、昇進するとか、こういう大学行けるとか、強みになるとか。そうね、うん、そうだからやっぱモチベーションもね、いろんなのがあるんで、うんうん、内的と外発的とかね、うん、ある。よくイントリンジックとエクストリンジックとかって言われたりするんですけど、うん、その中で試験なんかじゃなくてとかっていう人って、うんうん、内発的な英語は楽しいと思うとか、知的なものに触れるようになれるからとかって言うんですけど、うん、そんなんで英語勉強することできるかって言ったらほとんどの人はできないと思うんで、うん、外的に何かがないとやらない人が多いと思うんですよ、うん、Just do it みたいにね、できる人がいるかって言われたら確かにそんなことはないと思ってて、うん、自分だってテストとかがなかったら英語と触れることもなかっただろうなって思ってますよ。そうだよね。しかもさ、英語っていう試験を受けることによって授業でもそうだけど、それがなかったら私は多分今この人生を歩んでない。英語は何かの新しい扉とか選択肢を増やす一つにはなる、うん、そのきっかけ作りになるっていうふうに私思うから、本当に英語をやってきてよかったなっていうふうに思う。試験がなければで、向きになって頑張ってやってなければ、うん、でそこで点数取れた、得意かも好きかもっていうのがなければ、うん、留学はしていなかっただろうし、うん、っていうふうに考えると一つの選択肢を増やすとか、うん、いう意味でも試験はあっていいんじゃないって思う。なるほどね。僕自身も中学校の時に英語の試験でできたっていうのがなかったら、うん、やってなかっただろうし。そうだよね。何の扉開くか分からないもんね、うん、何がね人に合うのかも分かんないし、その中で学生の時代ってテスト5教科プラスみたいないろいろあるけど、その中で自分の得意不得意を探すっていう自分探しの一つにもなるんじゃないかなと思うから、英語の試験限らず試験は一つの指標になっていいんじゃないと思うね。おお、素晴らしい、うん、いやこれで炎上に入っていって、うん、逆にさ、はい、今の意見で何なの。え、今野って人かと思ったけど一緒にね、茂木健一郎さんとか知らないですか。あ、脳科学者のもしゃもしゃのね、そう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 、うん、とかが、うん、トリックなんて偏差値なんてうりゃーっつって毎回叫んでますよ。あんなのやってるやつらダメだみたいなことをいつも言って、アベマで対談してきたし。あー、したの。そうそうそう、対決してきましたけど、うんうんうん、それともう全く認めないです。あんなつまらない試験は認めない、あ、英語の試験なんてものはダメだ、試験でできるようになるもんじゃねえって吠えてましたけど、うん、そうは、まあ、確かに一理はあるよね、うん、だけどなんか向いてなかったら向いてなかったで別のことやればいいんじゃねって、うん、ビートルズを聞いてどうたらとかね、うん、よく言うんだけど、でもビートルズ聞いて英語ができるようになった人の方が、うん、トイックやって英語できるようになった人よりずっと少ないと思いますけどね。確かに確かにそう、だから試験の方が、うん、まあ合うと思いますけどね、うん、でまあ、ただこうやってるとやっぱ試験だから金儲けだみたいにね、うん、言ってきちゃう人がすごく多くて、日本ってお金儲けが悪っていうレッテルを貼る人たちが多いので、確かになんか勝手に試験が悪者にされてしまう理由なんですよね、これがね、一個ね。そうなんだ。まあお金がかかる悪いっていうのはエッセイとかで書きやすいですけど、お金を儲けることが悪いっていうこの考え方からやっぱ外れられないから、うん、だからまあますます日本人は貧乏になっていくだろうなって思いますね。なるほどね。ちょっとなんかその話を聞いて一つちょっと頭をよぎったのが、はい、確かに人によってはいろいろな愛の表現の仕方とかあるんだけど、はい、行きつけのお花さんがあるわけよ。いつもすごく仲いいからさ、いろいろおまけしてくれるんだけど、私はその分の対価払うよって言っても少額のお金しか受け取らないから、それもやっぱりなんかそれが刷り込まれてるなってちょっと思ったり、別に儲けることとか物に対して対価を払うのは当然だし、少しのお金を払うっていうので私に還元してくれなくても、そうやって喜んでくれるだけで私は嬉しいなとかっていうふうに思う。そういう稼ぐことは悪だっていう意識としてあるんだろうなって思うね。そうなんですよ。なんかね、チャリティーの精神が低いとかさ、いろいろ言われると思いますけど、うん、そういうところもあって、うん、いろいろ大変なんですよ。なるほどね。なかなか試験が批判されてしまう。あ、だから英検の動画出してもトイックの動画出しても金儲けだからだってしょっちゅう書かれますからね。そうなんだ。でもなんかあれだよね、実際にお金儲けっていうよりかはテストする運営側が批判されてるってこと。そうそうそう。でだからそれで試験が悪みたいにされちゃう傾向がすごい多いですね。あ、そうなんだ。でもさ、そういったのがなかったらさ、それを指標にしてやってる会社とか学校とかもあるわけだから、そうそうって思っちゃうんだけどね。そうなんです。で、まあ、それらがなかったら英語日本人もっと学習しないと思いますよ、僕は。確かに、
特にね、鎖国してね、アイランドでさ、そうみんな喋れないもんね、うん。だってもうヨーロッパ行ったらさ、びっくりしたと思うけど、うん、やっぱりみんな隣の県行くぐらいのノリで近いわけだからさ、日本だったら2カ国語喋れたらすごいになるじゃん。うん、だけど、ヨーロッパでは3カ国語喋れたり、4カ国語で初めてすごいになるから、うん、なんか2カ国語喋れて当たり前っていう国っていうのをみんながそうやって喋ってるっていうのがあるからさ、なんかそう考えるとやっぱ日本は英語に対して苦手な意識持ってる人たちが多いからさ、そういったところはね、ちょっと頑張ってほしいよね。なるほど。じゃあありということで、あり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 、すごい、アリベデルチ、あり、アリベデルチ、イタリア語でさよならですけどね。あ、マジか。はい、はい、じゃあそれありということで、はい、ポン、何それ、何、マージャン、マージャンじゃない、マージャンポン、なんか終わりのポンみたいな、終わりのポンみたいな、シャッター降りるみたいな、ね、ああそういうことね、相席、うん、食堂みたいな、あ、そう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 ということでございました、はい、ぜひじゃあかなさんのチャンネルの方も貼ってあったり、はい、貼ってなかったりしますので、おい貼ってくれ、おい貼ってくれ、弱いツッコミありがとうございました、はい、ぜひ見ていただけたらと思います、はい、ご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました、うん、ちょっと二の腕揺れた